こんにちは。エバス先生は私たちのことを否定しないからねと言ってくれています。ただ時々ライブ配信のコメントの返事を聞いていたりして否定された感覚や嫌な感覚になる時があります。そうするとエバス先生は何も悪くないのにエバス先生を嫌いになる自分がいます。これはエバス先生に限りません。私の中の何がそうさせているのでしょうか。まあ <laughs>。 あのーまあ、質問に答える前にまずね否定しないからねと言いながら否定してる時あると思いますよ多分 <laughs> 心当たりがあるからなんか結構みんなアドバイスしてくれるじゃないですかで読んでえ「でもそれは?」とか言ってんですよ。<laughs> ああやべ否定したみたいね「あでもそれもいいね」の方向に考えるんだけどどうしてもさやっぱ体力落ちてくるとさ えでもそれはで反発したくなっちゃうんだよね。難しいことだったりするとさ。難しいことっていうか、今の自分の自己イメージとちょっとかけ離れたこととかを言われると、ちょっとそれはって、いきなり否定から入っちゃうときあるんだよ。で、それを抑える体力がないとき。うん。だから多分してると思うんですよ。多分っていうか <laughs>、してます。心当たりあるんですいません。ほんとごめん。<laughs> もっと自分を鍛えるから。うん。あ精神状態万全でね、ライブし,し,してね。うん。 ライブ待てないからねちょっと待ってからコメントしようができないから結構ミスるよね <laughs>、うん、だからそれで否定されてるような感じになるのは普通だと思いますうんで否定されもし私が否定してるんだったらそれで嫌いになるのはさ否定するのは最低なことだと思ったらそれで嫌いになるのは普通だから全然ダメじゃないですようん嘘つきみたいにさ <laughs> 否定しないって言ってじゃないかでも否定してるじゃないかで嫌いになるのは別に普通だと思う、うん、だから大丈夫ですよあとね否定,され否定してないのに否定された感覚になる時があるって話しましょうかそれは私の意見がその相談者さんの意見と違う時に自分の意見が否定されちゃったって感じる場合があるんだよ、うん、なんだろう まあ私の母の例を出すんだけど私の母はそういう感じなのねそう受け取っちゃうんだよ違う意見を言うと私がやっぱりそばがうまいなそばが一番うまいなって言うとそれ私にとって一番じゃないですかだけど母親がそれでうどんが好きだったとするじゃないですかそうすると「いやうどんよ」みたいなうどんに従うんですよ自分が否定された気分になっちゃうんですようどんが好きだっていう自分が違くてなんだろう俺は 蕎麦が好きお母さんはうどんが好きでいいじゃないかってすっごい昔から言ってんの <laughs> 言ってるけど直んなくてさ、うん、だからもういいやっつってうどんうどんがやっぱうまいよねって合わせるようにしてるうんそうすると機嫌いいからさ喜んでくれるから今はそういう風にしてるあでもねそうするとねでもそばも美味しいよねってなる時もあるんだよ相手に余裕ができるからうんそうそうそうするとなんか歩み寄ってきてくれる時もあるそういう時はうん あそそうそうだから意見が違う時に否定されちゃったような感じになってんじゃないでなんでそうなるかっていうと一つこう思いなさいっていう正しい答えばっかすり,り込まれてきたからうちらって学校教育で学校って一つの答え以外のこと言うとあなた間違いですよって考え方変えなさい価値観を変えなさいって徹底的に否定されるわけだ、うん、それをずっと繰り返してるから意見が合わないと焦る自分がいて否定された感じになるんじゃないででみんなと違う意見を言う人は絶対否定されちゃうよねだからねマジョリティに。 大多数の人にそういう経験があると何か私が違うこと言ってるとこの相談者さんと違うこと言ってるとうわっ否定された気分になって責められるみたいな怖い気分になるんじゃないでそういう恐怖心があると嫌いになるじゃんそういう恐怖心を生み出したのが私なんだからさこいつはけしからんやつだって嫌いになるってパターンだと思ううんで私以外のな私以外の人にもそうなるんでしょだから多分そうだよ自分と違う意見を堂々と言ってるわけだ私は <laughs> 堂々と言ってるから強制されてるような気になってんだろうね多分ねうんもしねイラッとするんだったらねムカついたりうんまあ否定した時はちょっとごめんって言うけどさあと否定された気分の時も否定された気分の時は言ってもらえれば否定してるわけじゃないよって毎回言うんでうん私はそう思いますうん あなたはそう思います。でいいんだよ。っていう風に言うから教えて。<laughs> で、あと嫌いになるのも構わないんで嫌いになってまた見てみようか。嫌いになって離れるじゃん。それまた見てみようかなと思ったら戻ってくればいいし。うん。そう。慣れてか慣れればいいんじゃない？私に、うん、嫌いってことはまだ警戒心があるってことだから慣れればいいんじゃないかな。たくさん見て。うん、まあ、別に戻ってきてくれって言ってるわけじゃなくて。 本当に許せなかったら嫌いで離れた方が絶対いいからさ。うん。まあそんな感じかな。うん。私もよくありましたよ昔。意見が違う人がいると、あれって押し付けられてるような感じになって、一生懸命弁護して,てしてたり、なんか罪悪感が湧いたりとかすごいあった。うん。普通こうだろうみたいなことを言われてるような気がしてさ。で、今はちょっと治ってますね。なく,な,くなってる、完全に。 うん、また自己評価自己評価ですね自己評価上げていくとみんなと違っても全然平気って思えるようになるんでうん。ということです。